ああ、出た。ちょっとはやるじゃないか、コアッパども。面白い。ならば褒美に慈悲を授けよう。このどちらかのブラックホールに飛び込むがいい。右はバード星、左は地球を助ける道じゃ。バード星はもうすぐスペースカノンでコッパみじんに吹き飛ぶし、地球ではドンホラーやクビライ、サイコたちがもうじき復活を止める。どちらを守りたいか、せいぜい潜むことだね。君たちに委ねよう。どちらを守るのか。行くぞ。バード星ですね。地球はクリアしたんで。でこっちがまだね。星のスペースカノンの破壊へと向かった。果たしてバード星を守ることができるのか。悪を砕け、宇宙刑事。暗黒銀河女王の野望を阻止せよ。バード星ってことは宇宙刑事アランも出てくるんかな。どっちに向かうが結果は同じこと。まあ、せいぜい私を楽しませておくれ。なんか美空ひばりに似てますよね。違うでしょうけどね。声も似てるし、なんかね、顔もなんとなく似てるし。あ、Cやったんや。で、こっち、こっからが未知の戦いになりますね。ちょっとお待ちください。すいません。はい、すいません、お待たせしました。今度はイカ電でいきます。いや、生身の体で来てるやん、宇宙に。お、なんかすごい、待て、ギャバンみたいな。スペースカノンの前に降り立ったギャバンたちの前、突如として現れた謎の敵。果たしてその正体は。封印された力、バリオベクターの脅威。あれは実験中の超伝導コンバットスーツ、バリオベクター。あまりにパワーが強すぎるため使用禁止になったという。信じられん。だがなぜだ。この俺が最強であることを証明してやる。行くぞ。うん、戦うのかい。セキサー乗着。まあ、これはシャリバンをね、主人公で選択してるからシャリバンの曲が流れてるんですね。
バリオゼクターと戦え。え、消えるんかい。そりゃきついな。敵じゃなくて仲間みたいなもんやから、あれですよね、小手調べで戦ってるってことなんですかね。このバード星を守れる資格があるかどうかっていうね、この3人が。よし、倒せたんやね。またこいつ戦うか。
サイディニングダブラー対決可能です。催眠ダブラーね。はい、じゃあ久しぶりにねギャバン使いましょうか。デーモン閣下に似てるような顔が。親子揃って使えない。貴様らのようなやつはもういらん。死ねえ。倒してまうんや。なんてやつだ。ふん、私に逆らうとは愚かなやつ。さあどうする宇宙刑事よ。このままだと本当にバード星がこの世から消えてしまうぞ。決まっているだろう。お前を倒しスペースカノンの発射を止めるまでだ。お前たちにそれができるかな。翔さん、はい。あ、時間制限があんの。2分で倒さなあかんってこと。ここで倒されるんや。じゃあラスボスが違うってこと。